北京福は台湾の台東県出身のプロ野球選手、宇藤右内。2003年に中華職業棒玉大連盟の高能ブルズに入団。2004年シーズン途中の8月に開催されたアテネオリンピックの野球チャイニーズ台北代表に選出された。シーズンでは先発に定着し、15勝6敗、防御率1.77の好成績を挙げる。 2006年開幕前の3月に第1回ワールドベースボールクラシックのチャイニーズ台北代表に選出されている。2007年の北京オリンピック出場をかけた第24回アジア野球選手権大会では対日本戦に先発。6回まで日本打線を1点に抑えた。しかし7回にヒット2本と自身のフィルダースチョイスによって虫満塁のピンチを招き降板。その後、 後続が逆転されたため敗戦投手となった。2008年8月に開催された北京オリンピックの野球チャイニーズ台北代表に選出された。予選ラウンドの対中国戦で同点の延長10回裏から当板したが試合はタイブレークに持ち込まれた。12回表に味方打線が4点をもたらしたがその回の裏野主人の失策も絡んで一気に5失点。 サヨナラ負けを喫して敗戦投手となった。また、その3日後の対韓国戦では先発で登板したが、初回に一挙7失点で、わずか1回を投げて降板。その後、味方打線が発点差を追いついて、敗戦投手は免れたが、本人にとっては散々な結果に終わった。同年はリーグ戦でも精細を書き、4勝14敗、防御率5.32に終わった。 イライノズ時代2010年は11勝5敗、防御率2.33の成績を残した。オフの11月に開催された公州アジア競技大会の野球チャイニーズ台北代表に選出された。2016年4月、日本の独立リーグである四国アイランドリーグプラスの愛媛マンダリンパイレーツに入団することが発表された。二千十六年のシーズンは十九試合に登板し、 二勝二敗、六セーブ、防御率2.53の成績だった。シーズン終了後、愛媛を退団することが発表された。2017年1月、台湾球界に戻り、統一ライオンズと契約した。2006年の第1回 WBC にて台湾を代表する、先発右腕、常時時速1 4 0トル前後のツーシームを、主体に、スライダーとチェンジアップを決め玉とする。 CBBL 数値は四国アイランドリーグプラス公式ウェブサイトによる。ありがとうございます。